はい、皆さんこんにちは、白目と申します。はい、すいません、ギルバとやっていきたいと思います。今回のお相手はフェアリーテイルさんですね。お願いします。短期か、短期は任せましょう。捨て防衛の方が多いので、まあ動画的にね、3人残ってる、3人防衛のとこ行きたいなと思うんですけど、ないな。あ、ここですね。じゃあまず、まあ真緑の方からいきましょう。真緑、回復がいないんですね。ってなると、よいしょ、こうかな。で、下はもう水パーですね。上爆破、先手取って爆破して、下は、まあアタッカーラッキーなんで、まあそうそう暴走されない限りは大丈夫かなという感じですね。はい、お願いします。あの前回の動画で、あの13フトさんと当たったんですけど、 C3 フトって読むんですね。ちょっと無知すぎてごめんなさい、知らなかったんですよ。教えていただいてありがとうございます。 C3 フト、なるほど。あー、剥がされた、剥がされた。バフ乗ってないんで落とせないかな。よいしょ。で、全体バフつけて、デバフか、言い間違いがね多い。ちょっと言い間違いをなくしたいんですけどね。言い間違いが多い、動くな。はい、ありがとうございます。下ですね、まあ、免疫つけて持って、まあまあまあ相性がいいので、相性悪い、相手からしたら相性が悪いのでね、クリティカルも出にくいですよね。まあ水イフゲーでご利用すればいけるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあこれで抜けましたね。はい、おお、まあいいや、あと音でいきます。なんだっけ、あ、そうそう、3日後ですか、いよいよガチャ祭りが待ってますが、ハードタワー初めてクリアできまして、でギルドポイントでも伝説たまったので、4枚伝説引けそうですね。ここまで伝説がたまったの初めてかなと思うんですけど、いやー、1体ぐらいはね出したいなと思うんですけど、まあまあ文句言わず。まあエージェントが終わった後なんであれなんですけど、エージェントのスキルマとかもしたいですし、マラッカとかね、その順4の子たちが結構スキル上がってないんですよ。なんでその子ら用の餌も出てくれると嬉しいなっていう感じですね。で、今星5待機してる子たちの餌も手に入るし、まあまあ一石二鳥、まあなかなかこう結果が出てくれると嬉しいかな。まあ、ん？結果出る？何言ってるんだ？なんだ？なんだ？下はですね、今回ちょっと変えようかな。ああ、下で黒い使ってるのか。いいや、コッパーでいこう。コッパーでいく？コッパーでいきますか？まあコッパーでいきますか。まあスキル3じゃない、レベル3のモンスターのスキル上げとかもしていきたいので、どちらかといえば本当にスキル上げ用のガチャ
が目的な感じですかね。本当にあんまり期待はしてないですね。こう的確に無敵が入ってない子を狙ってくるっていう水井夫さん、さすがっす。どうしようかな、一回ちょっと待ちますね。なんでバグ張らなかったんだ、その手のミスが多いな。前回の風猿もそうだったんですけど、なんかプレイングミスでね、負けることが多いんで気をつけたいなと思うんですけど、デルフォイもスキル上がってないんですよ。闇のウンディーネの時もあったんですけど、全然スキル上げてなくて、時間なくて1ターンしか取れなくて、まあどんどんなんかレベル上がってますよね、ヒーローダンジョンの。それが結構きついですよね。3回も安定して回れないんじゃないかっていう、さすがにね3回回れないと対応ゲット厳しいですよね。2回でもいいんですけど、あ、クリティなかった。エネがね、エネとクリの消費が半端じゃないっていうことがあるんで、できればね3回をまあ6、7分で回りたいんですけどね、現実的にはそんなに無理ですよね。早くはまあそんな感じで結構ガチャ祭りは楽しみなんですよね。よいしょ、バフ乗ってないんで火力出ないんですけど、まあここさえ防げれば大丈夫ですかね。あとこういう爆弾パーティーの欠点は、今みたいにこう爆弾がつかないと終わっちゃうんですよね。まあでもこっからだと全部ターゲット黒いに行くんで大丈夫でしょう。よし、あとは右の方にいらっしゃった方は行こうかな。はいはい、抜けましたね。まあこれが短期なんでまだまだ皆さんにお任せしましょう。削りにくいところを積極的に削っていくスタンスですよ。レベル37でこの手持ちはすごいですね。これ負けたらどうしよう。負けそう。下ハマったら怖いですよね。どうしようかな。もう一体。まあ水パーでいけばいけると思うんですけど。風ね、どうしようかな。まあいっか。下ですが、手持ちいいな。私もまあまあ課金してるんで手持ちは比較的いい方かなと思うんですけど、全部持ってないですからね。この順号全部持ってないですよ。どれも当たり枠なんですよね。羨ましい、本当に。まあこれでいいや。お願いします。いいなぁ。めちゃめちゃ羨ましい。カメラなんてもうめちゃめちゃ強いですよね。本当に。ああ、爆破しよう。なんか落とせます。落とせそうなんで落としてきます。お、めっ体力に振ってるのかな。2万いくつありましたね。いやー、いいな、羨ましいな。反撃なんだ。まあそのガチャ祭りでこういう持ってないのが出てくれると嬉しいな。比
較的順号は被ってないんですよね。てか石ついてないのか。まあ、そっか、さすがにレベル37じゃまだ師団とかは回れないんですかね。ルーンついてるか。ウェーとやって、はいはい、まあこういう持ってない順号も欲しいですね。順号は1体被ってて、あの水のドラゴンが被ってるんですけど、はい、覚醒すらしてないですね。はい、ちなみに自分の水ドラゴンはこんな感じで使ってます。ベラード、守護防あ絶望ってなってるんですけど、あの守護のこの的中がついてるのと、この守護の体力速度的中がついてるんで、使ってあげてます。実際そんないいルーン積んでないんですけど、今巨人にも連れてってますね。はい、あのハードタワーで100回でも、このステータスで全然使えましたんで、あの一応スキル間にはしてあります。はい、使えたんで、水ドラゴンお持ちの方はですね、あのぜひぜひいろんなところで使えると思いますよ。あのハードタワーじゃねえや、あのドラゴンとかも多分使えると思うんで、使ってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じでギルバトでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。シルムでした。